はいどうも、変顔中のギュアチンです。はい、今回ですね、こちら遊戯王デュエルモンスターズダークセレモニーエディションを開封していきたいと思います。まあ、こちらのパック、前回開封したプレミアムパック2に非常に似ていると思うんですけれども、まあね、こちらがカオスソルジャーのレプリカが入ってるとしたら、さらにそのレプリカがね入ってるようなパックなんですよね。まあ、こちらがね、ジャンプフェスタ限定でね、多分地方の方とかが手に入れづらかったっていうのもあって、こちらでね再録したと思うんですよね。ちなみに1パック6枚入りの400円、当時としてはかなり高いんじゃないですかね。で、なぜそのパックを僕が購入したかと言いますと、こちら全16種類でカオスソルジャーからデビルズミラーまではプレミアムパック2と同じなんですけれども、ローガーディアン、チャクラ、ジャベリンビートル、要塞クジラ、こちらの4枚はね入ってなかったっていうか持っていないので、こちらの4枚を狙って開封していきたいと思います。中でも欲しいのはチャクラ。まあローガーディアンもいいんだけど、チャクラ狙いでね行きたいと思います。まあ3パックもあれば行くんじゃないかな。あ、ちょっとすごい開け方が汚くなっちゃったぞ。まあ、大丈夫かな、傷ついてないよね。ほい悪魔鏡の儀式。魔法カードが一番上ってどうなってんの？はい、前回と比べるとこう、スーパーレア仕様になってるんですよね。まあ、100円安いですからね、仕方ないですね。はい、この辺は前回当てたので飛ばしていきましょう。はい、デビルズミラーですね。ちゃんとレプリカの文字も入ってますね。ほい。マジか。嘘、カオスソルジャー。はい、やっぱウルトラレアでないとな。まあ、レプリカ、その他一緒ですね。まあ、かっこいいんだけど、ちょっと待って、プレミアムパック2と同じって、ちょっと待って待って。またあったね。ゼラさん、ちょっと、めっちゃかっこいいけどさ。嘘でしょ。ウルトラレア仕様がそうじゃないかっていう違いだけですね。ちょっと待って。そんなバカな話ないぞ。せめてさ、1枚ぐらいはさ、来てほしいんだけどさ。3パック、4パック買った方が良かったかな？じゃあ行きます。はい！あ！来たー！もうこれだけでいい！救われた！めっちゃ嬉しい！うわ、もうね、別にローガーディアンとか来なくても、もうこれさえ来てくれればね。もう、ああ、よかったー。チャクラの復活。チャクラの降臨に必要。バカ手札から星の数が合計7個以上になるよう、カードを生贄に捧げなければならない。この女の人がね、生贄に捧げられるんでしょうね。いやー、本当に、美しいですね。背景の赤とね、黒のモヤモヤっとした感じ。これもめちゃくちゃかっこいいですよね。ピンクっぽくもあんのか。鎖骨が綺麗で。ちなみにこの胸はね、Y 字になってるので、多分、寄せてあげてるんじゃないかなと思います。となると、こちら。いいですね。チャクラ、かっこいい。先ほどのチャクラの復活と同様に、背景がめちゃくちゃ活かすんだよな。チャクラっていうのはサンスクリット語で、円とか車輪っていう意味があるらしいので、どこかね、こう、インドっぽいというかね、日本のものではないような造形になってて、非常に、こう、そそられますよね。こういう置物っていうか、飾り物欲しいようなキーホルダーとか、攻撃力2450っていう波数もいいですよね。いやー、よかった、ほんと。ちなみに、こちらが海外版のチャクラの復活とチャクラなんですけれども、この違いですよね。思いっきり規制かかってますね。なんかもうちょっと綺麗に隠せなかったのかな？なんかよだれかけのようにね。なんかあと肌の色も若干血色が良くなってて、健康的ですよね。僕は不気味な日本版のが好きですね。チャクラの方は違いはありません。いやー、よかった、これで寝れますね。もうあとは何が来てもいいって、出たがりか。カオスの儀式。ちょっと待って。もう、イケメンだから許しちゃう。あー、ここもライオン。マジかよ。プレミアムパック2のやつ全揃っちゃったね。まあ、これはこれでいいか。うん。はい、スーパーウォーライオンね。スーパーウォーライオンに関してもやはりウルトラの方がいい感じしますね。なんなんだ。ちょっと待って待って。封入率やっぱ低いのかな、もしかしたら。ことないような気がするんだけどな。いきます。はい、はいね、はい。カオスソルジャーのバーゲンセールか。はい、というわけでこちらプレミアムパック2の癖がすごい。何ですかこれは。なんだろう、こう世界に1枚だけとかの反動がここで来ちゃったって感じだよね。もう嘘でしょ。もうあんま見たくないもん。もう本当本当にチャクラが当たってよかった。あれなのかな、封入率低いのかな。いっぱい買わせようという、そういうやり方じゃないよね。ないと信じたい。コナミさんを信じたい。いや、本当に今回はチャクラとチャクラの復活が当たってよかった。本当に。こ
これが当たってなかったら僕発狂してましたよ、本当に。だからますますこのカードが好きになりそうですね。ローガーディアン、ジャベリンビートル、要塞クジラに関しては後日購入してね、ご紹介できればと思います。まあこのような結果になりましたが、僕はこの2枚を手に入れたので、満足です。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければ高評価を押していただけると幸いです。それでは、失礼いたします。バイバイ。顔それじゃ嫌いになりそう。